だだだだだだだこんばんは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。何改めて。でもガチ硬いから。やっぱそういうの先生柔らかくなるものなの？やっぱ自分で努力して何かストレッチとかやるか、うん、まあ、こう人に揉んでもらうか。やっぱ定期的にやっぱ定期的にやらないってのもやし、やっぱこれってもう生活習慣だから、うん、まあ、仕事で同じような動きしたりしてると、まあ、同じようなこれが出るから、あ、やっぱ重機ただこうやってるだけだから、そう、でもね、人ってなんだろう、自分に甘いから、うん、毎日ストレッチしたりとかってできないじゃない、うんうん、なかなかできない。テレビとかでよくそのね、ストレッチのやり方とかあるけど、うん、そんなにはやんないですもんね。あれはね、2日3日やると大体やらなくなっちゃうんだよね。だからもう人任せにするか我慢するしかしない、うん、人にやってもらうかでも一番、人にやってもらうのが一番、でも自分にやってもらうのが気持ちよくないから、基本的にこう人にやってもらうのが一番。普段重機やってるんですか？そうですね。ちっちゃいのからでっかいのは。重機の立場になればまだいいですよね。重機になる立場の前だと、やっぱ手元だから、そうですよね。そっちはね、大変。手元の方が大変ですよね。でもやっぱそれは、やっぱ10年なり20年やってると、やっぱそっちの立場いけるけど、うん、やっぱ働き始めてね、そっちすぐ行けるってまずないから。ないですよね。4年で独立しちゃったんで。ああ、でもすごいですね。でもなかなかそんな仕事ないんで。20万稼ぐって結構かなり大変。大変ですね。そうなんですか。はい。一部で一番の保育士になりたいんで、頑張ってください。った初めてですもんね。あだだだ。当たんないわ。
ました。ありがとうございました。気持ちよかったです、でも。